こんにちは。アダルトチルドレン克服カウンセリングの吉野亮太です。この動画をご覧いただきどうもありがとうございますえ。今日はですね、このテーマでいきます。アダルトチルドレンの克服が独学では難しい理由というテーマについてお伝えしていきます。よくうちに来られる方の多くがですね、皆さん幾度多音にね、こういうことをおっしゃる方が多いんですね。それが 本を読んんだけど変われなかったっったておっしゃるんですね、まあ、自分なりに本は読んでみたりとかネットの記事を漁さってみたりとかしたけれどもねあまり変わったように感じられなかったとかもしくはあなるほどなと思ってやってみたんだけども結局続かなかった続かずに元に戻ってしまった実はこういう方がねすごく多かったりするんですよねで今回の動画ではそういう方皆さんね他にも動画をご覧になられていろいろ悩んでる方もおられると思うのでそういう皆さんのためになぜアダルトチルドレン を克服しようとしても独学ではなかなかうまくいかないのかとかもしくは独学でハマりやすい勘違いポイントということについて今回詳しくお伝えしていきたいと思いますこの動画をねご覧になるだけで多くの方がアダルトチルドレン克服できるようになってほしいというね思いを込めて魂込めて今回もね動画をお伝えしていきたいと思ってますのでどうぞ最後までご覧になってくださいねでは行きましょう アダルト・チルドレンに悩む方がハマる2大パターンっていうのがこれがいきなり本質なんですが毎年たくさんの方カウンセリングをしてきて感じることなんですけどもなかなかアダルト・チルドレン AC の克服がうまくいかない時間がかかると言われる方の多くが未熟だった親の教えを信じ込んで生きてしまうというパターンを踏んでる方が多いんですね。 これ親も未熟なんですよね当時未熟だった親の決して正しいとは言えない利己的な部分があるコントロールがいっぱい含まれていた子育てを結構子供心に信じてしまいそれが正しいことでそれに対応できない自分が悪いんだと思って生きてきてしまったということを頭では分かってるんだけど本質的に理解がなかなか苦しいというのがアダルトチルドレンで苦しむ方の多くがそういうパターンにはまっておられるということなんですね。 これお伝えしたいのはねあの考えてみてほしいんですがあなたが物心ついた頃育ってきた親がどんな年齢だったかというとね親も大体いい20代後半とか30代の人が多かったわけですよね。で冷静に考えてみてね20代から30代の人が人間というか親としてね成熟してる何でも分かってるわけでもなく全てのことを学んですごく詳しくなってるわけでもないんですよね。 で親だって人間関係が苦手な親もいるし正しい勉強のやり方がわからないとかやりがいをどうやって見つけたらいいのかという時に適切なアドバイスができるもしくはそれを自分でやってみせてあこの親の背中を見て確かに人生楽しそうだなと思わせてくれる親っていうのがそんなにたくさんいるかというと実際は少なかったりするんですよね。 他にも就職のこととか、お金のこととか、悩んだ時とか恋愛のこととか、そういうことに対する対処法ということについて、あの、それぞれがね、まあ、どっか部分的には得意な人もいるかもしれないけど、部分的に苦手意識持ってたりとか、えー、解決策を知っていても、それは親が育った時代には当てはまったかもしれないけれども、今の時代にはそぐわなかったりとか。 たまたまやってうまくいったことを言われてそのようにやりなさいって言われてうまくいかないっていうことがねよくあるわけですよね。なのに親は自分の価値観を結構押し付けようとすることっていうのはまあ少なからずあるわけですよね。で親だって未熟なのにああしろこうしろ黙って言うことを聞け逆らうなうまくやれ感謝しろみたいなねこんな風に親もわからないのに一方的に決めつけたり時にはヒステリックに振る舞ったりとかね。 場合によっては猫ので声を出して言うことを聞かせようとすることで子供は決して正しくないルールを身につけて生きてしまうということが多いわけですね。これ例えればどういうことかというと2、3が5みたいな感じなんですよね。なんか2、3が6が正解ですけどもなんか遠くはないけどまあでもそういうふうに教わってしまったとか下の行に書いてあるのは2、3は 2 2 2なんだというこれは間違ってないかもしれないけどでもその後実際のね掛け算の仕組みとかを教える時に 2+2+2 だよって教えてでも実際は23が6って言うんだよっていうふうな教え方ではなくもういいか 2×3 っていうのが出てきたら 2+2+2 をすればいいんだってなったらその分 くくっってていいいううのがが遠回りとかかか時間がかかってしまいますよねなので人生において何か一つの処理をするのに余計に時間がかかってしまったりもしくはまあちょっと合ってるように一見思えてもいざやってみたら決して正しくはないでもなんか近しい感じだったりとかそういうのが大体23が5の例であったり 2+2+2 の例だったりするわけですよね。 子供もねわからないから親の言う通りにねこの通りにやろうとするんですよねでも成長していくうちにこの公式ではうまくいかない経験を何度もするんですよねでもその時に経験してるのは自分だし前に2,3か5とか教えた親もなんでそんなやり方するのよとか言うわけですよね もしくはあかんなーとか、お前は全然容量が悪いとか、そういうふうに言われてしまうので、自分が悪いと思ってしまって混乱っていうのが多いわけですよね。でも具体的にはどんなことが多いかというとね、まあ例えば幼少期の頃ね、この画像はイメージですけども、母親のヒステリックに悩まれて育った A さんという事例をちょっと紹介したいんですがね、このお母さんがすごくヒステリックな母親だったというんですよね。なので、いつも母の機嫌を損なわないようビクビクしながら生きてきた。で、お母さんが あの友達とは仲良くしちゃダメと言われたらその通りにしたしもしくはクラスの中心とか優秀な成績の子とか実は自分には合わない子とねそういうことを仲良くしなさいって言われたりとかねもしくはせっかく仲良くなった友達との比較をいっぱいされちゃってあの子はちゃんとできるのになんであんたはできないのと怒られたらもうとにかくごめんなさいと謝らされてたと。 だ、まあ、だんだん大ききくなってきて、まあ、進路とかね高校とか大学とかそういうもしくは就職とかそういう新就職先も全部母親の言う通りに育てられて、まあ、自分とは合ってないと思っている進路でも親が将来絶対こっちの方が得なんだからあなたはこうしなさい。 まあ、例えば自分は文系の方が得意だとかもしくはすごくねあの小説を書くのが好きだとかもしくは絵を書くのがとても得意だとか音楽の道に進みなかったのにとかそんなことやって何なのあなたはとにかく理数系に進むのよって言われてその通りにしたっていうんですよね。で他のことでも例えば恋愛関係においても彼ができた時もとてもその最初に連れてきた彼のことを嫌そうな顔をしたっていうんですよね。なので結果的に別れてしまった。 そしたら親が喜んだって言うんですよね。そしてまあさらに大人になってまあ、就職とかもして結婚しようと思う人が見つかったんだけれども、ここで愕然としたって言うんですよね。どういうことかというと、自分が好きな相手かどうかより、お母さんが喜んでくれるかどうかで選んでたっていうことに自分で気づいてしまったんですよね。で結局この A さんはお母さんの前ではいい子を演じるうちにね、 自分自身の感情とかやりたいこととかどんなことを望んでいるのか希望がわからないまま大人になってしまったと言われるんですよね。でやがて A さんは親が安泰だからといった職場での人間関係に苦労してねほんの小さなミスをきっかけに会社に行けなくなってあとあとちょっとメンタル的な疾患が出てしまってどういうふうにしたらいいかわからないというので結局うちのカウンセリングに門をくぐられたとそういう事例があるわけですよね。 これもうマイに言いとまがないわけですよほんとたくさんこういう事例があるわけですよね。でこの事例から言えることっていうのは何かというとこれなんですね。親が正しいと思って子に伝えた公式は我が子にも当てはまるとは限らないというかほぼ当てはまらないと思った方がいいんですよね。なのに子は悪いのは自分なんだ。23が5の公式をうまく使えない自分を責めたりすることが非常に多いわけですよね。 これがアダルト・チルドレンに悩む方がハマる2大パターンと先ほど言ったパターンの一つ目なんですよね。二つ目いきます。間違った公式を背負ったまま教えた親を許してしまうということなんですね。これの何が悪いのかそれは生きづらさだけが残り全部自分のせいにしてしまうという生き方になりがちなんですよね。で実はこれではしんどいということですよね。で、 生きづらいのは自分のせいじゃないんだ今まで教わった公式に問題があるんだなので新しい公式を身につけるまではあの許す前にまず何がおかしかったのかをしっかり自分の中で認識しようという感覚が必要なわけですねつまり上の感覚っていうのはやめた方がいい先に許すというのはちょっと違うよということなんですねどちらかというと簡単に許してしまう前に今まで教わった公式に問題がある正しい公式を身につけるまでは 何が間違いなのかということを知るためにも簡単に親に教えてもらったこととか 2×3=5 の公式を簡単にただ許そうとする前に何がおかしかったのかをちゃんと分析しようということですね。やっぱこういう方がおられるんですよね。でもって言われるんですがでも親なりに一生懸命だったんです。あれも愛だったんです。 ね、今まで育ててもらった恩もあります。お金も出してここまで大人にもしてもらったんです。そして他にももっとひどい人もいるって、えー、ね実際虐待を受けてね命を失ってしまうようなお子さんもおられる中で、私はこうやって大人になりました。だからやっぱり許さないとって先にそれを言っちゃう方がいるんですよね。そんな風に言われる方がおられるかと思うとね、また一方で、 まあ実際このあれも愛だったんだ今まで育ててもらったしっていうのが前提になった上でじゃあ何ですか親に文句言って対決しろとでもって言われる方もおられるんですよね。でそういう方に対して私はあの一律このように申します「そうじゃないんですよ」って。僕はむししろ親と対決して、なんか、 あなたが教えててること間違ったたんだあなたは間違った公式を教えてたんだということに一生懸命になるのはやめた方がいいですよということをお伝えします。どういうことかというとね実際親と対決して帰り討ちに会う人というのはたくさんいるからなんですね。でうちにも本当たくさんこういう事例のご相談があります。どういうことかというとね私は寂しかったんだ本当はもっといっぱい あの自分の言ったことを認めてほしかったのに、親、あなたたちは全部自分の言ったことを否定するばかりか、友達とも別れろとか、彼とも別れろとか、親の言った通りにしろとか、全部自分のことを見てくれなかったじゃないかと、もう涙混じりに訴えたとしてもね、こういう返り討ちに遭うっていう例が、毎挙にいと間がないんですよね。例えば、その親自身が逆ギレしただったり、もしくは親が、 私だって辛かってかたのよもうお父さんも教育には参加してくれないし姑のおばあちゃんはあのこうしなさいああしなさいって言ってくるしね親戚の人たちとも比べられて私だってつらかったんだからって言って逆に泣かれたとかね親の口を聞かされるとかもしくはごめんね すまなかったね」って謝ってそこで例えばわーって抱きしめあってねすごくあの心が通じた気持ちになったんだけどでもまた後日ね「あん時もつらかったのこの時もつらかったの」のっ,たのって言うとね「もうしつこいわね」とか「一生私に謝り続けろとでも言うの?」みたいな感じで逆ギレされたとかね。 もしくは謝ってはくれたけど、もう、はいはい、ごめんね、みたいな感じで、もう思ってた謝り方とはほど遠かったっていうような、そういう事例もあるんですよね。なので、私は、AC 克服カウンセリングをやってる上で、特別な事情がない限りは、親御さんとの直接対決っていうのはお勧めしてないんですよね。うん、ただ、と言ってもね、皆さんやっちゃうんですよね。でもね、まあ、あえてここでね、滅多なことで親は謝らないんだ。やっぱり親も、あの、素人だったんだ。 親が教えた公式をあの時は一生懸命ねその通りにやろうとしたけどこれからも,うもう守る必要なんてないんだと気づいて新たに自分で正しい公式を自分で覚え直そうという動きが加速するんだったらそれはそれでねこういう経験されるのも OK かとは思いますもちろんいや親と対決してこういうね後でごちゃごちゃになりましたという場合も新しい公式をもう一度ね このカウンセリングを通じて学び直しませんかということもよくお伝えするのでそこからね踏ん切りがつかれる方というのもおられるのでまあこれはこれでね絶対ダメとは言いませんがただやはり大体パターンが見えてしまうのであまり親との対決を直接するよりもご自身で誤った間違った公式に気づいてさっさとそれを書き換えていくということが手っ取り早いということになります。まとめになります。 アダルトチルドレンに悩む方がハマる二大パターンっていうのがね、本を読んだり勉強してもなかなか克服できないっていうね、そういう二大パターンについてお伝えしました。その一つ目が未熟だった親の教えを信じ込んで生きてしまうというやり方だったんですね。決して正しいとは言えない、当時は利己的な部分があってね、もうとにかくもう自分がいっぱいいっぱいだからうるさいって子供は黙ってろとか、 女の子なのに偉そうに言うなとか男なのに泣くなみたいなねそういうことをわあって自分の感情を優先で言ってしまったことを子供はルールとして覚えてしまううんで後からしょうがなかったんとかあれも愛のつもりだったんだみたいな感じで受け止めようとしてしまうというのが一つ目でしたよね。で二つ目が間違った公式を背負ったままね、えー、教えた親を許してしまう。 もう実際ね心の中はもうネガティブな感情でいっぱいで心の中は台風が吹いてるのにもう自分がなんかにこやかにいいんだよみたいな感じで許してしまうとその後うまくいかない出来事が起こったら全部自分のせいになっちゃうということですよね。これ生きづらいのはあなたのせいじゃないんですよね。今まで教わった公式に問題があるわけですよね。 間違った公式に気づいて手放して新しい公式を身につけるということが大事です。私はカウンセリングを通じてこれを何度も言います。あなたは何も悪くないです。あの、これをよく言うとね、最初はね、商売上のセールストークや慰めみたいに受け取るアダルトチルドレンの方も少なくないんですよね。でも私はこれ本気で言ってるんですよね。あなたは何にも悪くないんです。間違った公式を植え付けられただけなんです。でも、 あななななたははは何もも、悪くいいいいと言われれてててて入ってこない人っここ人うううのはね、幼少期に親かららうう公式を教えられてるはずなんですよ。どういうことかというと信用するな言い気になるな甘い言葉に騙されるなもしくは知らないおじちゃんの後ろをついてたらあかんとかそういうのも含めてまあそれも信用するなに含まれるんですがこういうふうな形で他人との接し方で簡単に心を開くなというふうに教えられてるはずなんですよね。 まあもちろんね、その知らないおじちゃんにお菓子買ってあげるって言われてもついてっちゃダメよっていうことを教えられたから危ない目に遭わずに済んだということだってあるかもしれないし実際に危険回避ができたという実例がねあ,のあなたの人生にもあるかもしれませんがただ必要以上にこれに怯えて全ての他人だったり知ら見ず知らずの人には距離を置いたりとか壁を作るだとかそういう生き方を あまりにも強く教えられたから今の生きづらさにつながっているという場合だってあるわけですよねこれをつまり二三が五の公式と呼んでいるわけですよねでどこまで信じていいかどこから進んでいっていいかというのは自分自身が作っていく必要があるんだけどもこれを 親に言われたままを100%信じて生きるのではなくここから新たな公式を作っていきましょうというのが私がカウンセリングを通じてお伝えしていることだということです前に進むためにはね足を一歩動かす必要があるんですよねこの動画をご覧になって今まで全部自分が悪いと思って生きてきたとかね間違った公式を手放せずにいるもしくは 何一体何が間違った公式でどれが正しいのか全然見当もつかないという人がいたらねやはりさらになんかこの動画をご覧になったりとかカウンセリング等々を使いながら新しい一歩をね踏み出すきっかけというのをね作っていってくださったら嬉しいです。あなたのね人生もしくはあなた自身を生きづらくしてきた23が5の公式っていうのは一体何でしょう もし気づかれたことがあるとしたらね、コメントなどでお寄せいただいたりしたら嬉しいです。これからもね、アダルトチルドレン克服カウンセリングでは、自信を失いそうになった時の立ち上がり方についてね、情報をお伝えしていきます。チャンネル登録やいいねボタンを押していただければね、あなたに役立つ情報をこれからもお伝えできると思ってますので、ぜひ登録をお願いします。ではまた会いましょう。今日もありがとうございました。